吉田さん、確かにね、なんか悔しいなとかね、ちくしょうと思う気持ちが動機になることありますよね。人っていうのはやっぱりこう足らずがあるから求めるところがあるのかなと思います。十分あったらあったらあったで、これを手放したくないっていう欲望は出ると思うんですよ。まあ、例えばこういうことですよ。彼女がいないからちょっと彼女欲しいなと思うところもあれば、彼女がいるから失いたくないなって思うところもあったりね。人に対してもそうですし、まあ、お金もね、ないからこそ欲しいと思う場合もあるでしょうし、あるからこそ失いたくない、手放したくないっていうね、ものもあるでしょうしね。でもどっちもないとなると、もうちょっと応援のしようがないっていうかね、いわゆるそのモチベーションが湧きませんっていうのは、モチベーションは他者によって動機づけられるものではないですからね。モチベーションがないってことは、そちらに向かうもう熱意とか行動動機がないってことなんで、じゃあいらないんですよねってことですよね。だからそのビジネスやってお金を稼ぐっていうふうにね、月収100万とか言いますけども、なかなかモチベーションが湧かなくてっていうことは、別に欲しくないというふうに告白してるわけですよ。だからそこに対して応援することはないかなと思いますし、どんだけノウハウを提供してももう負担でしかないですね。それは送られてきて、まあそういうところかなと思います。まあセルショーの話はね、たびたび聞くんで、まあまだそれかみたいな感じですけど、分かります。気持ちは何回でも言いたくなるんですよね、それがね。私は大学の時に車なかったんですけども、最も仲良くした友人がね、同い年で、まあ大学は行ってなかったんですけど、彼は中学卒業してアメリカに渡って、そこでね、修行して日本に帰ってきて、親の会社を継ぐと、親の会社の一つを継ぐみたいな感じで、まあお坊ちゃんだったんですよね。で彼はね、なんか車2台で乗りつけてきたんですよ。ある時はグランツーリスモ、当時でセドリックですよね。それからフィガロっていうね、可愛らしい車が2台をこう交互に乗ってきてたんですよね。デートに行く時はこっちとか、遠出する時はこっちみたいな感じで、でその時に私は思ったんですけども、あ、一人で車複数台っていうやつは結構身近にいるな、無理はないなと思ったんですよ。それからというのも、私もね、大体車複数台所有なんですよね。まあ、ですので保険も2台分だし、税金も2台分だし、購入も2台分だし、駐車場も2台分ですよね。まあ現在はね、まあ、4台とかになってますけども、ね、そうなると、なんかその一番最初の先入観に自分は結構ね、なんか思うところがあるなっていうところですよね。だから私の場合は、言えば貧乏ではなかったんですけども、ものすごくね、貧乏だと私は錯覚してました。うちお金ないんだと思ってたんですよ。で中卒の両親だし、工場勤務だしね、お金ないんだなと思ってたら、割とあるみたいな。すごくコツコツ貯めて、で親父はね、中学しか出てないんですけども、特別な資格を社内で取ったりとかして、なんかね、日本でも何人かぐらいしか持ってない巨大ボイラーの資格とか言ってましたけどね。確かに日本交換っていう会社だったんですけども、そこのボイラー使える人っていうのは広島県にも1人ぐらいしかいなくって、まあ、会社勤めながらね、市役所の方からなんかでかい焼却炉を作るんでっていうことで、雨上がりしましたね。引き抜かれて、で早期退職したみたいなね。結構豊かな暮らし送ってたみたいです。まあでも金がかかる趣味がないんで、草野球が趣味で、テレビでスポーツ見るのが趣味ですからね、お金全然使わないんですよね。その分私が使ってやったみたいな感じだったんですけど、まあいろいろと言いましたけども、先入観っていうことがどっちに向かうかってことのすごく大事な要素なのかなと思いましたね。やっぱ吉谷さんは後輩が車乗ってきてチクショーと思って、あれが先輩だったら思わなかったかもしれないですよね。だからちょっとしたきっかけをどれだけこう広げていけるか、そこに俺も掴むんだって言って手を伸ばすかどうかですよね。あとは方法はいくらでも落ちてるんで、自分の望みを叶える方法はいくらでも落ちてる。それを掴んで使うだけですよね。確かに私はね、3年間で1億円とかね、今でも1億円を稼ぐ方法はいくつかあるんですよね。それに手を伸ばすだけですね、あとね。ただ簡単にはいかないです。簡単に稼ぐ方法はすでに他の人が使っていってしまってもうないですから、全てをね、打ち出す勇気、それがいるんじゃないかなと思います。行動力とかね。ただね、自分の人生を思い通りに生きると思ったら、全てをかける価値はあると思いますね。ということで、そういう意味で全部をベットしていけばいいんじゃないかなということで、タイトルは全ベットです。